Bye.
皆さん手をグーの形にしてください。一緒にお願いします。あ、前出るはい、お願いします。近いよ、いくよ、いくよ、いくよ。鳥さんが大好き。あとも大好き。アイドルさんはもっと大好き。ホイガルのリーダーといえばバカと。嬉しいよね。うん、はい。ありがとうございます。いつもお腹ペコペコ、見た目はちびっこでもホイガールリーダーかまたんです。今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ次まーちゃん。はい。危ないね。大丈夫です。大丈夫、やめた方がいい。大丈夫、やめた方がいい。よし、鳥さんが大好きだ。違うでしょ。違うでしょ。それがさ、あ、そう、そう、はい。大好き。あったと。じゃあみんなさん、それさ、真似しすぎじゃない。いいよ、まーちゃんやって。はい。知ってきたってパワー全開、いつもハッピースマイル。でもお化けが逃げてる。でもお化けが逃げてるから、みんなお化けが来たら助けてね。助けましょう。ありがとうございます。3年小中3のまーちゃんこと長坂まこです。せーの、にゃー。次、さやよ。はい、それでは皆さん手の形をピースにお願いします。あれ、せーの、ね、イエイイエイイエイ。フライング。あー、ウケる。せーの、イエイ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 。変顔大好きじゃなくなりました。せーの、イエイ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 。でもドジコ、イエイ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 。みんなも一緒に、イエイ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 。一、二、三、四。というわけで、笑い担当で変顔は大、うん、はい、何もありません。ごめんなさい。サッカー大好きなさやこと菊池さやかです。よろしくお願いします。イエーイ。え、まさかの声変顔卒業したの。卒業しました。え、だってみんな変顔してくれてるじゃん。安定のさ、かきたま。だめ、わかる人しかわかんないから。はい。ね、わかんないよね。うん、でしょ。はい、ということで、いつもはね、ほなみがいるんですけど、今日は修学旅行で、なんと、お休みなんですけど、まぁ、きっとね、今はね、楽しんでる頃かな。え、うちに、二つ いいね。じゃあ、頑張りまーす。はい、じゃあ、こっちって。じゃあ、ほなみんとかまたんでーす。はい。え、なにそれ、ちょっと。まぁね、ほなみんは、いる、いな、うん、ま、今日はね、3人で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それじゃあ次の曲いきましょうか。いっちゃいましょうか。次の曲は、ちょうどね、3人でできるんですけど、オーバーザフューチャーを歌いたいと思います。お、すごーい。姫団子知ってます。知ってる。さっき見てたよね、うん。はい、ということで、オーバーザフューチャーです。聴いてください。ハハ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 
ユニットコーナーです。イエーイ。はい、ということで、はい、じゃあ、ね、最初歌ってくれるのはこのお二人です。いっせーので、いっせーので、ユフライング。おー、セットで担当するから。よいパン、せーの、せーのーで、優等生コンビ鈴木一回です。イエーイ。ということでね、本当は優等生じゃない二人が最初に歌ってくれるので、はい、まあどうぞ。はい、みんな盛り上がってるかい。はい、みんなで踊っちゃいます。それでは聴いてください。チャイマックス。ベリーズ工房さんの胸騒ぎスカーレットを歌いたいと思います。皆さんよかったら盛り上がってくれたら嬉しいと思います。ちなみに私たちのユニット名は、いっせーので、なんだっけ、いっせーので、ニコンチーズです。はい、ぜひ覚えてください。はい、それでは聞いてください。せーの、ごめんなさい、ずれちゃった。はい、それでは聞いてください。皆さんディスカレット。
Thank you.
違えてたよね。じゃあ聞いた、うち直したじゃん、だから直したじゃん。だから私ってね、もう分かんないからね。もうはい、すいません。はいはい、それでは、はい、次の曲はいちごパフェとパフェだって、いちごパフェ、いちごパフェと頑張って青春です。2曲続けなんですけど、皆さん盛り上がれますか？さすが。はい、ということでね、2曲続けてなんですが、ラストスパートなので皆さん盛り上がっていきましょう。はい、はい、それじゃあ2曲続けて聴いてください。
けど、あの、マジで？なんとね、僕がちょっと Twitter で、あと、お知らせといってもライブのお知らせは、あの、ぜひブログを見てほしいんですけど、あの、私たち最近アイドル SMS っていう、あの、サービスを始めたので、はい、よかったら、はい、多分、うちのブログに多分書いてた気がする。書いてますか？はい、書いてるので、よかったらそっからね、ホイップガールズを選んで、で、個人で選ぶんですけど、みんな登録してくれたら嬉しいよ。それすごいね。そうなんですけど、よかったらちょっとね、見てみてほしいと思います。はい、じゃあ、まこたちは誰が登録？ありがとうございます。ありがとう。わかんないんですよ、私たち誰がね。はい、でもね、誰だろう。はい、ということでね、よかったら見てほしいと思います。はい、はい、ということで、なんと次の曲で最後の曲になってしまいます。でも今日2曲多かったんだよ。そう、急遽ね、そう、歌ってもらったんですよ。なのでね、実は今来たばっかりじゃないんですよね、今日は。え、なんだって。はい、そうなんですよ。はい、なので、はい、皆さんありがとうございます。最後の曲はありがとうを歌いたいと思います。はい、この曲はファンの方々に感謝の気持ちを歌った曲で、手話も入っているので、そこにも注目して聴いてみてください。それでは感謝の気持ちを込めて歌います。聴いてください。ありがとう。みんなに